もう髪型は完成？あとちょっとです。あとちょっとか。はい、緊張しすぎて、うん、お腹ペコペコなんで、うん、おにぎり食べてます。ごま塩のおにぎりです。いい自作？はい、作ってきました今日。いいね。大丈夫、ご飯が喉に通る間は大丈夫。よかった。もうドキドキです。爪は、うん、今日、うん、帰ってきました。違う、黄色です。いいね、気合を入れるために。うん、黄色に変えてきました。完璧イエローや。完璧イエローです。うん、新しいチャレンジの時、尽きない不安もあるけれど緊張します。緊張する。手ブルブル震えてます。やっぱやばい。大丈夫そう。頑張ります。頑張ろう。15分ぐらいでオープンなので、声が出せなくなるので、今のうちに出します。メイリーも出したか。あ、待って、かわいい。緊張すぎて、うん、唇ガサガサで。塗って、なんか塗って。うん、バチバチに決めます。いけるよ。決めるぞ。いけるよ。とりゃせーの、イナスクラッパイ。ニコちゃんステージにどうぞ。ニコちゃん、ニコちゃん、今のお気持ちを、はい、いける、はい、お願いします。高井選手ご当地アイドルくるみとして活動しております、菅原ニコです。先ほど紹介していただいた通り、くるみといろはさくらの兼任メンバーとして活動させていただきます。そこで私の思いをお話しさせてください。私はくるみに加入が決まって、今まで一生懸命全力に頑張ってきました。ですが、いろんな活動してきた中でいろんな葛藤があって、さくらエンターテインメントを退所して東京に行ってオーディションを受けようと思っていました。でもやっぱりこの事務所とくるみ全部が大好きなので、ここで頑張りたいと思って、一人のアイドルとしてさくらエンターテインメントで頑張りたいと思ってます。もともといろはさくらというグループにも思いがあって、どちらも全力で本気で頑張りたいという思いを事務所の方へ相談させていただいたところ、今回こういう形で活動させていただくことになりました。もちろんこれからも全力でくるみとして大きくなっていきたいっていう気持ちに、私の気持ちに嘘はありません。くるみとしてもいろはさくらとしても本気で全力で全力で上を目指したいと思ってます。いろんなご意見があると思ってます。すべて受け入れて、これから全力で頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。ニコちゃんの中でもいろいろ葛藤しながら今回の決断をしてくれました。私たちもこの5人でもっともっと上を目指せるように頑張ろうと思っています。5人の応援よろしくお願いいたします。お願いします。まあ私たちそれぞれの思いだったり覚悟だったりもね、うんうん、あるので、そこはちょっともうパフォーマンスとか姿勢で示していけたらと思います。はい、そしてこの後2曲特別でこの5人で歌ってくださります。うそうなのだから初めてのこの5人のライブなんですけど、それではラスト2曲、はい、みんなで最高に熱い時間にしていきましょう。頑張ろう。それでは聞いてください。365日のエール。皆さんまだまだ熱くなっていきますか。もっともっとみんなの声聞かせてください。新しいチャレンジの時、尽きない不安もあるけれど、一緒に夢を掴んでいこう。臭くても立ち上がってゆけ。
お疲れ様です。終わりました、お披露目が。緊張で、うん、あの、うん、舞台袖で待ってる時に、うん、胃が痛くなって、胃が、はい、胃がで、うずくまって、うん、一人で、うん、人って書きながら、あ、大丈夫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 って言いながらゆきちゃんも同じことやるんよ人っていうのを食べてました。あれ効果はあるの？あるよ。 あんまりないんですけど、でもゆきさんの効果もない、はい、もう緊張しすぎて、あの、うん、袖で練習してる時、うん、もう涙が出てきて、ああ楽屋でも泣いてたんですけど、うん、でも本番は、うん、多分泣かずに、うん、頑張れました。これから、うん、くるみとしても、うん、いろはさくらとしても、うん、精一杯全力で本気で頑張るので、うん、皆さんよろしくお願いいたします。